皆さん、こんにちは。ワンノバの高山と申します。ワンノバは4年前に大学の仲間たちと立ち上げたアンダーウェアブランドです。私たちの目標は至ってシンプル、最高に気持ちいいパンツを皆さんに届けることです。2020年には海外のクラウドファンディングにも挑戦して、国内外60カ国以上から2300万円を集めることができました。多くのお客様に愛され、Forbes 30&30 30アジアの一人にも選ばれました。 では私たちのパンツはなぜそんなに特別なんでしょうかそれは履いていることを忘れてしまうぐらいどんな環境にいても快適に活動できるように設計されているからです下着はほぼ24時間身につける唯一のアイテムです最高の気持ちよさを追求するために私たちはその一番基礎である生地の開発から始めましたところで皆さんは今どんなパンツを履いてますかおそらくそのほとんどが綿もしくは化学繊維で作られていると思います 下着は綿100がいい。綿100この言葉はよく聞きますが、果たしてそれは本当にベストでしょうか確かにコットンは柔らかくて気持ちいいです。しかし汗を吸ったらなかなか乾きません。では、ポリエステルといった化学繊維はどうでしょうか確かにスポーツウェアでも使われているように動きやすくて乾きやすいです。しかし、使い込むと臭くなりやすい性質があります。しかも人によっては肌に合わない人もいます。 そこで私は国内外の様々なパンツを履いて、時にはパンツを履かないノーパン生活も続けました。体を張ってパンツが果たすべき役割を追求した結果、理想的なパンツを開発することにできました。それがこちらのアドベンチャーボクサーブリーフです。メリノウールとブナの木を独自の配合で組み合わせることで完成しました。メリノウールは汗による細菌の繁殖を自然に抑えてくれます。つまり匂わないということです。 3日履いても匂わないで検索するとワンノバ出てくるのでぜひ検索してみてください私は7日間履いたことあるんですけど匂いませんでしたウールってチクチクしないのと思う方も多いと思いますが実はメリノウールは人間の髪の毛の5分の1の細さしかありません皆様が触って分かる通りとろっとした滑らかな柔らかさを持っていますそんなメリノウールはブナノキと組み合わせることでよりパワフルになりますブナノキは木材となりパルプとなり そして繊維に生まれ変わります。実はブナの木もとてもとても柔らかいのです。ただ柔らかいだけではありません。パンツに必要な通気性をもたらしてくれます。コットンの50%以上水分を吸収できるので汗をかいても蒸れることはありません。もちろん生地だけではなく形にもこだわっています。まず肌側にはチクチクするようなタグが一切ございません。そしてフロントポーチを大きめな 3D 構造に仕上げることによって 締め付けから解放されたワンノバならではの気持ちよさを味わうことができますそしてワンノバはギフトにも最適ですカスタム刺繍でパンツに好きな言葉を刺繍して大切なあの人や自分にプレゼントすることができますでは実際にどういうふうにパンツが贈られるのかこちらの動画をご覧ください <laughs> パンツだパンツだえすごいなんか書いてある <laughs> <laughs> 彼女しかタンしか、失格 <laughs>、勝たん、女柄いらん、マジこのように、くすっと笑ってしまうような秘密の言葉もできますが、ここにいらっしゃる皆様であれば、部長や社長、CEO と刺繍しても面白いかもしれません、私たちは2020年にリブランディングを行ってから、1枚5000円のパンツを1万5000枚、記念1等分お届けしてきました。 中ににには1 10年間で10万円分のパンンツを購入しししてくださるおお客客様様いいいらっしゃまます実際にお客様にインタビューも行いましたフォトグラファーのお客様はロケ先のホテルで洗濯することが多くワンノバに替えてから部屋干シュがなくなりたくさん動いて汗をかいても不快感がないと言ってくれましたクロスカントリーが趣味のお客様は着替えのできないアウトドアシーンでは似合わないワンノバは欠かせない相棒になっていると言ってくれました ここまでパンツについて紹介してきましたが、そもそもなんでパンツを作ってるのと思った方もいらっしゃると思います。実は最初からパンツを作りたかったわけではありません。中学1年生の時から社長になりたいと思って、大学に入ったらすぐに起業したいと思っていました。そして大学入学してすぐに、それまで一緒に大学受験で勉強頑張った仲間である金丸に、ラーメンをごるから起業しないと誘って、バンドを始める勢いで会社を作りました。 高校生の時、マザーハウスやファクトリーといったブランドをテレビで見て、かっこいいなと思うようになり、自分も何かを始めるなら、世の中にいいインパクトを残せるようなものづくりをしたいと思うようになりました。そこで、言葉の響きもキャッチーであり、皆さんが誰もが履いているパンツならインパクトを残せると思ったのが最初のきっかけです。こういった原体験から、履いてて気持ちいいだけではなく、心も気持ちいいというのがワンノバの気持ちよさの約束になりました。 先ほども説明したようにワンノバはパンツを作りたいだけのブランドではありません。気持ち良さを作るブランドです。まず今年の春からジェンダーの入り口を広げて性別関係なくワンノバを楽しめるような製品を増やしていきます。そしてコロナ禍で断念していた海外の販売にもう一度チャレンジして世界中にワンノバの気持ち良さを届けていきたいと思っています。最後にワンノバというブランド名の意味を説明させてください。唯一無二を意味するワンオブカインドという言葉と 新しい意味をするノバという言葉をかけてワンノバを作りました。ワンオー f ー kind comfort をフィロソフィーに掲げて、ここでしか味わえない新しい気持ちよさを作り続ける、これを信念にこれからも愛されるブランドを作っていきたいと思っています。ごご清聴ありがとうございました